ペーパーポッパーの作り方、まず半分に折ります。そして四隅をこの真ん中のラインに折って三角になるように折り合わせます。折れたら角と角をくっつけます。そして半分、角を押さえて開きます。反対側も同じく角を押さえて開きます。開いたら最後に真ん中をギュッと折り、ポイントはしっかりとこの折り目をきちんと折ってもらうと最後はパンと音が鳴ります。